AI、 今後日本はどうなっていくのか。霊能者のアトリエ、人 vs AI、 はたまた共存なのか。教えて今後の日本。皆さんの善なる意識に、こんにちは、カズマです。レノシア学科詩人として活動しております。カメラマンを担当しております、エースです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。本日のタイトル、 AI、 今後日本はどうなっていくのか。うん、香ばしいですね。香ばしい。うん、エースケ、はい、 AI どうですか？AI は正直未知数なイメージですね。うん、うん、なんかいいものなのか悪いものなのか、うん、それがちょっと僕の中ではっきりしないですね。エスケがまあこのテーマをこしらえてきてくれたんですけど、はい、何があったんですか？まああれですね、ずっと見る機会を逃し続けて、つい最近っていうか昨日ですね、うん、ちょこっとだけ見たんですけど、やりすぎ都市伝説新春スペシャル、うんうん、春の2時間スペシャルみたいなね、うん、なんかそんな感じのタイトルだったんですけど、それをちょろっと見たんですけど、なんていうんだ、関明夫さん、関さんが2025年には全人類にマイクロチップが入るよみたいな、なんかそんなことを対談されてたので、うん、あ、それはやべえなと、うんうん、俺マイクロチップなんか入れたくねえぞ、怖えかなと、うん、思いまして、霊能者視点、 AI、 マイクロチップ、エトセトラ、 その辺どうなんだいっていうのも聞いていきたい。なるほど、うん、エスケはマイクロチップ入れるのが怖いんですか？いや怖いっすよね。関さん言ってたもん、うん、マイクロチップをね、脳みそに入れたら巨大なネットワークで情報を出し入れできるからねみたいな人類はコントロールされるからね、うん、みたいなこと言ってたから、うん、うん、それちょっと怖いなって。なるほど、うん、エースケがさ、 AI について最も恐れてるというか、うん、なんかあ、こうなったらあれだなって思うことって何なのよ？あー、人間性失われたら嫌っすよ。なるほどね。なんかね、そのバーチャルな世界に移行していくよみたいな、うん、あ、なんつうんだろう、肉体を捨ててなんつうんだろう、仮想空間で生きるようになるよみたいな。なるほどなるほど。そういうのをね、いろんな話してたから、うん、ね、いや、肉体と魂はセットでしょと、うん、うん、ね、仮になんつうな、記憶とか魂とかそういうの複製できたからといって、うん、じゃあ肉体捨てたいかって言われたら、いや、そんなことないでしょと、うん、うん、なんかその辺ですよね。なるほど、うん、エースケにとって今の人類は、うん、人間の人間性を何パーセント発揮できてると思う？どうなんだろう。まあでもパッと脳みそにっていうか脳裏に浮かんだのが 1%。 1%、うん、もう終わってるじゃない。まあ終わってますけど希望は残ってる。なるほど、うん、もう 99% 人間性を失ってるってことでしょう。まあまあそのパッと思い浮かんだ数字で言うんだったら、うん、っていうことはもう AI にもともと支配されてたってことなんじゃないの？なるほどね、うん、まあまあまあ、なんてさ、今パッと言っただけなんで、うんうん、まあまあまあ、それほど多くはないってことだよね。まあなんつうんだろう、人間性のな、その基準をどこにするかにもよるけど、うん、まあそれでもなんつうんだろうな、なんかね、残念なことって多いじゃん。うん、そうだね、うん、僕も含めてなんだけど、うん、まあ、AI といえばバーチャル世界ですけど、うん、まあ、多くの人間性が失われて人間の意識がバーチャル世界に移行していくってことですよね、いわば。人間性、まあそうだな、なんつうんだろうな、ね、その精神が未熟とかそういう云々じゃなくて、うん、なんその肉体を捨てるっていうのがなんか嫌ですよね、うん、まあそうなんだ。肉体を捨てるっていうかさ、うん、ね、なんかその切り離されるみたいなイメージがあるんで、うん、あ、それが嫌だよな。でももうすでにマイクロチップを埋め込まなくても肉体を切り捨ててる人は多いと思うよ。概念的な話で言えば。なるほどね、うん、あとはそれがなんか物質的に現れてるかどうかっていうことなのかなと思う。ああ、じゃあそのなんつうかな、大して変わんないのか。
そうね、事象が変わってるだけで、うん、本質は全く変わってない、うん、なるほど、うん、そしてマイクロチップを入れることによって全てのネットワークにつながることができるっていうのは結構真っ赤な嘘で、もともと人間は人間の意識を持っていて、うん、その人間の意識はあらゆるものにコネクトすることができるわけよ。ほう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 。全ての人間がね、あのなんか人間の中には宇宙が存在してるみたいな、うん、聞いたりするけど、そういうことなの？そういうこと。人間のさ、言語の中で日本語の言葉で、うん、意識を集中するって言葉あるじゃない？ああ、あるね。意識するって言葉も、うん、よく言われたわ、うん、意識してってあるじゃない、うんうん、意識をしてって今考えるとちょっとよく分かんなくない？うん、漠然としてるよな、ね、うん、意識してって、うん、目を向けてってことってことになるじゃん、うん、でも目を向けてってことでもないわけよ、うん、意識をしてってことだから、うん、人間は意識をすることができるってことだよな。でその意識をするって行動を、うん、その行為事象によってそれそのものを知ることの可能性が開かれるってことよ。ああ、じゃあ例えばその道端に咲いてる花とかに意識を集中させることによって、そう、それがどんな花なのか、そうそうそう、どんな特性を持ってるのかとかを理解することができる。そう、であとはその意識するの可能性の開き具合が、うん、0から100のどれなのかっていうことで、うん、それを知る、なんだろう、キャパみたいなのが決まるよね。ああ、なるほどな。解像度が上がるっていうの。そう、だから今の人類でいうと、まあ、1% に満たないというか、うん、それぐらいの意識して得る情報みたいな風になってしまう。それが 1,2,3,4 って上がるにつれて、花を見ることによってさまざまな情報だったり、うん、その意識だったり、うん、普通じゃ知り得ない情報をそこから汲み取ることができる。ああ、なるほどね。じゃあその風間さんがよくやってるような、その人をパッと、なんつうの、一目見ただけで、あ、これはこの人どんな人だなっていうの分かるっていうのは、なんつうの、その、そう、早いっつうことか、つながってるってことだね、うん、で、みんなさ、よく、まあ、テレビとかの影響でさ、つな、うん、がるっていうとさ、うん、なんか意識をグーって集中させてさ、うん、なんか、あたかも霊視してますみたいな風にそうね、ボルテージ上げてますみたいな風に思いますけど、うん、ああいう風に長い時間を取る必要っていうのはあまり実際は必要なくて、へえ、意識を集中して情報を得るまでは本当に一瞬なんですよ、うん、それこそ本当に視線を一つ飛ばすぐらい。そうそう、その試しに部屋の電気をつけてほしいんですけど、うん、あれよりも早いんですよ。ほう、あのパチっていう、そう、光った瞬間に部屋全体が明るくなるじゃない、うん、それぐらい早い、それ以上に早い、意識はめちゃくちゃ早いんだ。そう、だからみんなが思ってるよりも意識にコネクトしてその情報を得るっていうのはなんかもっと無な、ふっていう無意識ってやつですか？いや、意識は有意識なんだけど、うん、そのもっと無自覚に行われるというか、勝手に行われる。なるほど。そう、だからマイクロチップを入れようが入れまいが、うん、人間はそういう力をもともと備え持ってる。ああ、どこにでも接続できると。そう、うん、でも、うん、今の日本人はその力を、うん、日本人というか世界の人間は、うんうん、その力を忘れてるというか、その信頼してないし、うん、ないものだと思ってる。ああ、そんなことはできないと。そう、だからその力を得ようとしてマイクロチップを入れる、はあ、より便利にしようとしてる。なるほどな、足りないから補おうって。そう、でも便利にする代わりの等価交換として、うん、その人間性が失われたり、意識が失われたり、うん、自由が失われたり、うん、修理が必要になってくるよな。なるほど、うん、マイクロチップもやっぱ修理必要なんだな。それ、そうでしょ。そっか、なんかハイテクなものって感じだからさ。だってどんなにハイテクな携帯でもバッテリーなくなるやん。まあ確かにな、うん、マイクロだからよ、うん、な、うん、マイクロだからよ、うん、だってマイクロが潰れたらどうなのよ。そっか、そうだろ、うん、また入れなきゃいけないし、うん、故障する場合だってあるだろ、うん、うん、なるほどな、うん、だからそれに頼りすぎても良くない。
やっぱり、まあ、依存っていうのはバーチャルですから、うん、バーチャル世界に引き込まれていくわけですよ、うん、じゃあどんどん継ぎはぎになっていくのか。そう、だからどちらにせよ依存っていうのはよろしくないですよね。うん、うん、そのバーチャル問わず、そうバーチャル問わずっていうか AI 問わずか、それがなくては生きてはいけないっていうのは、うん、人間をたらしめなくさせてしまう、人間ではなくさせてしまうから、うん、別の肉の塊みたいになっちゃうわけですよ人間が。うん、肉体はあるんだけど意識がないっていう、それちょっと危ないな。そう、でも些細な人間の意識があるからそれを活用するっていう風な存在もまあいるっちゃいるんですよ宇宙にね。でもその人間であるからその人間の意識が存在してるから、うん、分かる？人間を人間でなくさせたり人間を存在させなくしたらもう本意じゃなくなっちゃうわけよ。オンステージやな。人間を通してそう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 なんかしたいのか。そう、人間じゃないと意味がないのよ。ああ、じゃあ人間性を奪わない程度に、そう、人間性を奪いたいの。そう、そのベッドの上に横たわらせて永久停止させたいわけじゃなくて、うん、動かしつつ人間の意識を知りたい、うん、解剖したいんだよね。あ、そういう存在たちがあるのか。そう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 、うん、だから便利に誘うことによって、うん、そのまあ脳死みたいなのを起こして、うん、よりこう企みをねつなげていきたいんじゃないかな。うん、そんな存在がいるんですよ。うん、でも恐れるに足らないというか。ほう、うん、僕なんかそういう存在がいるっていう聞くだけで震え上がっちゃうんですけど、うん、そのそう人間の方が強いから、うん、彼らは 強く出れないわけなんですよ。あー、なるほど。そう、人間よりも強かったらもっと簡単に支配してコントロールしようとするじゃない。うん、ね、あ、そっか、こんな遠回しに遠回しにやんないのか。そう、 UFO 降臨して、うん、もうね、全地球支配するじゃない。そっか、猫好き。そうそうそう、それに意味がない価値がないって分かってるからこそそれをやらない。うん、でその力よりも最も強力なのは人間の意識っていうことだよね。なるほどな。うん、それをどうにかして弱めたい。弱めたい、あ、彼らは。そう、あ、そうだね、弱めて自分の手中に収めることによって、うん、バーチャルにいざなってそこで飼いならして人間の意識を観察するんだろうね。はー、なるほどね。うん、そんなことしたいんだね。そうだね。うーん、彼らは完全か何かになりたいの？人間を超えたいんじゃないかな。うん、あ、人間を超えたい。そう、もう失敗だす。人間と宇宙人の、うん、あの本当の、なんだろう、決定的な違いは何かっていうと、人間は自由意識で勝手に動いてるじゃない。宇宙人はあのそれぞれの人種を作った、人種というか種類を作ったそれぞれ の神みたいな存在がいて、それぞれにね。あ、そうなんだ。それらを作った疑似の創造主みたいなのがいて、それらの意思をもとに動いてるのよ。へえ、そうなんだ。そう、でも人間は神の粒子がそれぞれに一粒ずつ入ってるんだけど、うん、それぞれに自由意志があるわけ。うん、だからこそその意識っていうのが爆発的に力を発揮できる。うん、でそれを金星の取れたコントロールをすることによってより強い力を発揮することができるね。うん、でも他の宇宙人たちはその自由がないわけね。ああ、数は増えても目的はみんな一緒なんか。そう、だから一つの存在がいるに過ぎなくなっちゃうっていうか。はあ、そう、なんか細胞分裂したに過ぎないっていう感じよな。なるほどな。そうそう、バクテリアンと同じよ。なんつうんだっけ、そういう生き物たちっていうか科目。バクテリア、なんだっけ、なんかあったよな。単一性なんとかみたいな。あ、そう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 、うん、そういう感じか。単一性なんとか細胞みたいな、うん、生物みたいな感じだよね。はあ、うん、だから決定的な違いはそこだね。なるほどな。だから人間の方が、うん、あの偉大な存在として想像されてるっていう、まあ証だよね。なんかいい宇宙人もいる、悪い宇宙人もいるみたいな、なんかそういう風に聞いてたんですけど、聞いてたというかそういう風に思ってたんですけど、うん、
じゃあ全員が全員いいってわけじゃねえのか、いいわけじゃねえっていうか、うんうん、いい悪いっていうのを、うん、あの決定的に区別するってなると、うん、そのいい悪いっていうのを、うん、そのグッドとバッドで表すのか、うん、善悪で表すのかで全く変わってくる。あ、そう、すごい変わってくる。なるほどね。そのベターはいるかもしれないけどベストではないわけよ。わ、うん、かる、うん、人間を支配するその宇宙人が2種類現れると するじゃない、うん、右より左の方がベッターかもしれないけど、うん、どちらも支配するっていうのが前提なのかもしれないやん。なるほどね、うん、そうか。より良いかもしれないけど全くベストではないというか善ではないわけよ。いい風に見えるってだけなの。そう、他に比べたら。なるほどね。でもそれらも一つの宇宙人によってそういう風に策略でいい風に見せられてるかもしれないっていうのはあるよね。じゃあそんななんか宇宙人とつながってるみたいになったらね、うん、ちょっと怖いじゃないですか。どういうこと？なんかそんな風に聞くとな、うん、宇宙人とつながるのが怖くなるっていうのかね。あー、これから交流するのが怖くなるってこと？うん、そうだね。そのなんて言うんだろうな、もともとつながってたわけですから。あー、そうか。そう、意識がちゃんと働いてた時は。そう、その宇宙人を作った創造主の意識エネルギーも我々の一つのうちにあるんですよ、うん、あ、もう全意識っていうの。そう、 全宇宙の全意識が全部少しずつ内側にあるわけよ、うん、一粒ずつ集まってそれがバランス取れてるのか。そう、神の意識によってバランスが取れてるわけよ。はー、本来は。そう、だから全くの知らない人というよりかは、うん、彼らの創造主は地球の始まりと人間の始まりを見てたわけだから、うん、そのなんだろう、新生物ではないわけよ。はー、うん、人間の疑似を作っただけで真似事に過ぎないのか。そうだね。うん、そこに個性が現れているだけで個性はない。あなたのその意識によってっていうかさ、うん、意識の現れっていうの。そうだね、うん、それぞれにそれぞれの少し違う色があるってことだね。うん、うん、なるほどな。そうなんだよ。だから大事なのは、うん、AI マイクロチップ云々ではなくて、まあ、自分がどうあるかっていうことですよね、うん、で意識をどういうふうに司っていくかっていう、うん、で大事なのは依存しすぎないことですよ。ああ、何に対しても、何に対しても、うん、バーチャルもそうですけど、うん、っていう。なるほどな、うん、なんか質問あります？いや、あのサムネにもあった今後日本はどうなっていくのか、うん、これもちょっとね、一応おさらいしたいっていうか、大切なのは今後日本がどうなっていくかっていうのを予見する、予言することじゃなくて、日本、今後日本をどうしていきたいのかっていうのを定めることにある。自分たちで決めることができるの。そうですね、うん、ここでじゃあ来年はこういうふうに陥りますよ、危ないですよ、さあ避難しましょうじゃなくて、うん、じゃあ2025年これ起こるならこういうふうに意図していきましょうねっていうふうに考えていかないといけない。うん、簡単に言うならば、3月あなたが何もかも好きにできるとしたら、3月どういう風に彩りますかってことなんですよ。なるほどね、うん、確かにな。どうする？3月あなたが定められて、うん、あなたが想像することができるってなったら、3月どういう風に彩ります？うわ、3月か、うん、なんかあれっすよね、あの芽吹きの季節なんで、うん、あの野菜の種とかね、うん、植えてね、夏に向けて準備するとかもいいかもしれないですよね、うん、それが予言と想像の違い、うん、でもっと色濃く言うと、芽吹きの季節っていうのは人間の意識に左右されるわけなんですよ。あー、じゃあその冬だろうが何だろうが、そう、人間が早く芽吹いてほしいと思うと春は早く訪れるわけね。ほー、うん、だからそういう事前知識じゃないですか、多分3月は、うん、そういう芽吹きの季節っていうのは。確かに。そう、全くの事前知識をゼロにする必要がある。うん、そう、固定概念を取っ払う必要があるのか。そうなんですよ。なるほどな、うん、そうか、そう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 、そういう風に予言と想像を分けて考える、うん、そう、占いと想像、占いと予言もちゃんとこう区別して考えて、うん、それぞれを個としてみないと依存になってしまうから、うんいや依存でしたね僕、うん、依存はバーチャルですよ。
おみくじで一喜一憂しました。うん、それはあまりね、うん、人間性とか人間の意識とは割とかけ離れちゃいますよね。そっか。なんかあれですね、ちょっと暗い瞬間もありましたけど、うん、まあ、最後ということで、いいイメージを作って終わりたい。なるほど、うん、AI は人間の意識の模倣に過ぎないですね。うんうん、うん、なのでどんなに AI が発展したとしても、うん、人間の意識をただ模倣してるに過ぎないから、うん、常にあなたが実際に先行してることなんですよ。 AI は人間の意識の介護官と。そう、うん、でもそれに対して自覚ができないってことは、うん、自分が実生活の中で何かしら嘘をついてしまうと、うん、自分に素直になれないから、自信がね、自分に対しての信頼がどん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 欠如するんですよ。なるほどな。自分に対しての嘘は自分の力をね、うん、ぐんぐんと弱めちゃうんですよ。そうか。あとは憎しみとか嫉妬とか、うん、羨望する気持ち、羨ましいって思う気持ちとか、そういうモヤモヤする感情、うん、嫌な感情っていうのはその人の人間の力を弱めちゃいますね。そう。だからそういう嘘だったり偽りだったりを自分の力徐々に調和させるというか、うん、いい風に持っていく必要がある、統合するというか、うん、っていう風にすると、その AI っていう言葉を聞いたとしても何ら問題なくなるんじゃないですかね。なるほどな。いや、僕 AI って聞くとちょっとざわつくもん。ピリつきますか。ピリつくっていうか警戒心ガーンとね跳ね上がるような。警戒アラートになるんですか。警戒アラートなっちゃってるってことは、まあそういうことですよね。そう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 、うん、うわー、なるほど、うん、自信取り戻さないといけないですね。そうそうそう、うん、なるほど。やっぱ日常生活の中の何かが反応してるわけですね。なるほどな、うん、いや納得ですわ、うん、じゃあこれをちゃんと何つうんだろう、一個ずつ調和していくことによって、 AI だろうが宇宙人だろうが、あとなんだ、あね、スピーチャルだろうが、うん、なんかそういうのにも何ら問題なくなっていくと。そうだね、うん、個々として見れるんじゃないですかね。冷静に見れるのか。そう、あ、やっぱ自分に自信がないと、うん、何かを憎しんでしまったり羨んでしまいますからね。な、納得です、うんうん、そういうアンバランスを自分でバランスを取っていくことによって、うん、マイクロチップじゃなくて、うん、あなたの意識があなたを舵取りすることができるんではないでしょうか。どうでしょう。オチがついたようで。はい、うん、それでは本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。オン。オラフやありのままのルル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 ルありのままの自分信じて、こっちが顔かい。皆さん本日もありがとうございます。漢字考えることで世界は大きく変わる、フラットポジティブにね、番外編の方も視聴ありがとうございました。まだちょっと続くのでぜひぜひご覧ください。この動画が良かったら高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。どうかお願い、驚かないで。お前たち最高だぜ。私のこの思いを